眠れないな風もなく左そうな夜に君の声が耳元で揺らいだ感傷にしたってばっか何も構わない笑えない日々を抜け出そうぜ君を連れ飛び出した風が通り過ぎて闇と混ざり合った意味のまだ聞こえた小さくなったそんなに響いてそんなんで生きていけんのかもう戻れないぜなんて揺らぎそうな思いはアクセルへこのまま人生を越してやるんだ最前線飛ばせ僕たちは星もない夜ただ東を目指していく13秒先も全くなくて精一杯僕は生きていく何も後悔なんて大差ないオブデイ止まらないさきっと光の末方へ無駄なもんは何もないさ前を向けその方がきっと笑えるさって最前線飛ばせ僕たちは昇る太陽その光を目指していく幸せって今わかんなくたって精一杯僕を生きていく何も後悔なんてないさ前を向け終わらないさ一生僕らは生きていけそうだな。雪山でスキーをするという経験もできたし、それに元日早々司先輩たちのショーを見ることもできた。まあ目が合った時はやべえって思ったが、なんだかんだ楽しませてもらったな。スキー場のお客さんを盛り上げてたあんたちもすごくかっこよかったよありがとうミク。実はあの時ね、最初に小羽に会った時の気持ちを思い出してたんだ。え？絶対にこの子と一緒にやりたいって思って一生懸命誘ったなーって思い出してたら、なんか楽しくなっちゃって、それで気づいたらこーって歌っちゃってたんだ。あんちゃん白石らしいな。あ、それにアキトとトウヤと仲間になった時のことも思い出してたんだよ。夢のために本気でぶつかり合ってる二人を見て一緒にやりたいって思ったなーって。また懐かしい話しやがって二人のこと好きになったきっかけだったからね、ちゃんと覚えてるよ。そうだね、四人で一緒にやってここまで来れてすごく嬉しいな。うん、今は仲間も増えたことだし全力で歌っていきたいね。ってわけでみんな今年も応援よろしくね。私たちも応援してるよ。いやー、新年早々大いに食べたな。お腹はち切れそう。いや、 M 君の家のおせちは本当にすごかったね。毎年あんなおせちを食べているのかい？うん、シェフさんがいっぱい作ってくれるんだ。美味しかったけど、さすがに作りすぎじゃない？食べきれるわけ？ちゃんと全部食べてるよ。私とお姉ちゃんいっぱい食べるから。え？ M はともかく
日向さんもそんなに？あ、みんな、いらっしゃい。今日は、Mちゃんの家で、お正月公演の打ち上げパーティーだって言ってたけど、どうだったんだい？いや、とてつもなかったぞ。見たこともないほど大きくてうまいエビが何本もあってな。エビさん、美味しそう。じゃあ今度はこっちにもお料理を持ってきて、みんなでパーティーしよっか。ああ、それは楽しそうだね。レンたちも喜びそうだ。なんだか連日ごちそう食べているような気もするけれど、正月だしよしとしようか。まあそうだね。一年の始まりくらいはパーッとやっても罰は当たらないでしょ。パーッとか。うん、そうだな。ではここでパーッとショーをやろうではないか。え、急すぎない？いや、めでたい正月に急なショーなどはなーい。っていうかテンション高すぎない？コーラで酔った？たぶん今回のショーで得るものがあったから気分が上向いているのかもしれないね。はいはい、ミクも一緒にやる。もちろんいいぞ。共に参ろうではないか。それでは行くぞ。神のマニマニ。みんな、今年もワンダーランズショータイムをよろしく頼むぞ。つかさくん、ニッコニコだね。ああ、いつも以上に晴れやかな顔をしているね。なんだかこちらまで釣られてしまいそうだよ。今のつかさくんはまるで初日の出みたいだね。初日の出？ああ、つかさくんが歌って踊ると
その場がパッと明るくなってキラキラするなと思ってね。確かに言われてみるとそうかもね。それじゃあみんなで初日の出を拝むとしようか。はーい、司くんに向かって新年のお願いだね。そこまで言っちゃうとなんかよくわかんないけど、まあいっか。今年もみんなをニコニコ笑顔にできますように。笑顔にできますように。ん？どうしたお前たち、なぜ俺に向かって言うんだ？ね、司くんが初日の出だからだよ。なるほど、うん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 。